ーい、着きました。 ND、 おーすげえ、ゴルラ綺麗。駐車場やばい。上村くん、はい、おー、お疲れ様です。お疲れ様です。無事に来れてよかったですね。なんとか来れました。本当に
さい押さい押さい押さえスパー。あ、ロングボール出せんな宮野エースパー。お台そんだ。おーパーエースパー。オッケーオッケー。ゴンダ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 。あぶねあぶね。前半28分フリーキックはボールマウスの左にそれてきました。おーエースパウスおーれれおーらら、おーらエースパウスビバエースパウスおーれれ。打たせんな。うわーマジかアディショナルタイム2分。前半終了。はいはい。清水エスパー。はい。今日はこっからでーす。めっちゃ見やすいんだけど。めっちゃ見やすいんだけど。前半が終わって0対11対0かモンテがリードです。後半巻き返せるでしょうか。ありがとうございます。
ほら。飛んだ。そしてない。ブラガトだ。ブラガト西原か。清水エスパルス選手の交代をお知らせします。11番ブラガトブラガトに入りました。44番西原モトキが入りました。モテリアは選手の交代をお知らせします。俺。清水。俺。北爪光る。エスパー。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果は残念な結果になってしまいましたけど、ね、でも 2点目はでもしょうがないですよね。あれはしょうがないですね。パスカーのクリアがたまたま相手の前に切ってしまったんで、ああいうのはあるんで、ね、まあ、長崎でも思いましたけど、まだ、ね、まあまあまあ、序盤なので、そうですね、で、まあ、去年を考えればまだ全然ね、そうですね、で、うん、まあ、幸運なことに、ね、上位チームは引き分けで引き分け、あ、そっか、ね、引き分けなんですか、はいはい、岡山、はい、なので、あの、どうも順位に変わりはなさそうな、はい、まだそうですね、はい、そうです、とどまってる感じ、まあ、でもやっぱりね、もっとね、圧倒できるような、そうですね、まあ、今日はね、メンバーがね、ちょっとねってなりましたけども、まあ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 、でも頑張っ、いいシーンあったんですよね、はい、いや、いいシーンはありました、ありましたね、うん、あとはあそこを決め切る、そうですね、決定力がつけば、はい、つけば全然変わってくると思います、勝てるチームだと思うんで、そう思いますね、はい、それを信じて、ね、応援し続けましょう、応援し続けるだけです、ですね、はい、ね、すみません、ありがとうございます。いやいや、前は一緒に見れたんですけど、今日はちょっと、そうですね、うん、まあまあ、はい、ね、こんな感じで、いや、またそんな機会がありますからね、はい、ね、一応秋田は来れるかもしれない、おらららほぼ毎試合来てますもんね、のむちゃんさん今んとこ ね、 うね、うん、はい、あの、おおむね行く感じです、はい、今年、わかりました、はい、ね、いや、またお会いできたらよろしくお願いします。ぜひこちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。またこの景色を見たよ、そうそう、本当に腹立つね、平定ロチクショ、今度倍返しで、ね、ホームでやってみましょう、はい、では、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。大丈夫かな、入ってるかな、大丈夫ね、以上、のむちゃんさんは先ほどお話しさせて、はい、いただいたんですけど、はい、まあ、結果は、まあね、去年に続いてアウェーで敗北と、いやー、惜しかったシーンあったんですけどね、こっちも、ね、なんで、あとは決定力ってことでのむちゃんさんと話したんですけど、はい、ね、カンタとかも良かったんですけど ね、本当惜しかったですよね、はい、ヘディングが、うん、中村とカンタと何本かあったんですけど、はい、枠には飛んでいかなかったのがちょっと残念、暴れてる惜しいシーンいっぱいあったんですけどね、悔しいですね、いやー、なんかうまく封じ込められた感じですね、でも全ちょっと離れて見てたんですけど、はい、冷静になって、はい、正直やらせてもらえなかったっすね、そうですね、そう、完全に封じ込められちゃったんで、なんか最後の方なんか後ろで回すだけみたいな、なんかいつかの俺たちみたいになっちゃってなんで求めて乾杯やったなって思います。なんでそれをまあ対策してホームでは必ずやり返してやりましょう、はい、ちょっと僕はホーム行けないんであれですけど、ヤギさんの分まで頑張ります、よろしくお願いします。ホームで倍返しだ、倍返しだ今日はもう飲んで忘れます、日本酒飲んで忘れますよ、飲みすぎないように乗り過ごさないようにありがとうございます。腰が抜けるほど14台飲んでやる、うわ、リッチだ、14回高いのにごちそうさまでーす、のむちゃんごちそうさまでーす、あれそういう話僕は飲めないんでね、帰りが、あ、なるほど、そうですよね、はい、そんな感じでありがとうございました。ありがとうございます。また、あ、一応秋田はさっきも言ったんですけど、行く予定ではあるんで、はい、行きますよ、多分、まあ、自分は行けるかは分かんないですけど、もし行きましたら多分来ますよね皆さんのチャンネル登録と、ね、ご視聴と、あと、ね、いいねと、あとコメントなどなどたくさんいただけたら、もしかしたらいけるようになるかもしれないです。スパチャも投げるんだよ、スパチャまあまあまあ、ね、その辺はちょっとね、はい、こんな感じで、あ、大御所 YouTuber が来ました、ホームの立ち合いです、わかる、山形まで来といてね、学生生活最後の試合これ、あ、そうだよ、いや、また新年度からいい景色を見せてもらいました、しんどい、まあ、そのまま昇格してからの方がもしかしたらこういくかもしれないです、そうですね、声かすかすしんどい拾えてるから、あ、まあ、でも、あ、ボリューム上げるんで大丈夫です、しんどい
んない。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に飛行機も取れたみたいですね。取れてないですまだ。あ、取れてないの？はい。あ、取れてないんだ。どうやって帰るかは頑張ります。一応新幹線あるからね。最悪の手段。もう最悪うち経由で。この間話した通り。次会った時は頭を丸めてる。あれもういるもういる。キャラが被ってしまう。こんな感じで、はい、お疲れ様でした。本当に本当カラカラだね。もう高校生の時以来タスキだね。あ、タスキやってたんだ。はい、動画とかはもちろん撮ってないですけど、ほとんど。あ、まあ撮れないよね。そうですね。まあ撮るために来てるわけじゃないんで。まあ、そうね。勝ち点さんのために来たんだもんね。勝ち点さんのために来たんだけど。あ、やばいやばい。やばい。やばい。ヤギチさんです。はい、ヤギチ、皆さんこんにちは、ヤギチです。大塚さんです。なんでや、大塚さん来ないやんか。あ、そうか、いなかったですね、今日。そうですね、挨拶ありましたね、はい、残念ながら、はい、負けの、ね、試合になっちゃいましたけど。いやー、もう完膚なきまでの負けでしたね。ねえ、まあでも惜しいシーンいっぱいあったと思うんで。そうですね、松崎選手だったり、うん、千葉寛太選手が変わって、ね、違いを見せてくれたかなっていうところはあるんですけども。あ、本当それ思いました。あと鳴岡君も頑張ってたと思うし。そうですね、ただね、前半が辛かった。本当何もやらせてもらえなかったですね。本当にね、これはやばいって思いましたね。まあ、本当ホームでは必ずやり返して、うんですね。いやー、もう今日ね、辛い思いを全部ね、もう吸収してきたんで、山形の地まで来て、せっかく、本当にせっかく来てくださったのに。そうですね、はい。じゃあまたどこかでお会いできたら。そうですね、よろしくお願いします。どこかで、多分時間を徳島線ではなく、あれ、違う、なんか同じようなことこの間も言われた気がするんですけど、ホームじゃないのとかって。4月7日の実装でお待ちしております。多分秋田には行けると思うんで。おう、 あっちの方なんですよ。海側なんで、うん、なんで、じゃあすいません、ありがとうございました。ケイシさんによろしくお伝えください。なんか話したいって言われてたんですけど、はい、なかなかそういう機会もなかったんで。あいつなんか無駄に上のカテゴリーいっちゃいましたからね。あ、そうですね、上の個人昇格しちゃったんで。悔しい。グループなのに困っちゃうわ、本当に。いや、そんな感じでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけでですね、いろんな方からコメントをいただきましたけども、明治安田 J2 リーグの第7節かな、モンティディオ山形対清水エスパルスの試合、 ND スタジアムでですね、ND ソフトスタジアム山形まで、見に来たんですけども、まあ、残念な結果ですね、2失点の、負け試合となってしまいましたと。で、まあ、チャンスは本当に作れてたと思いますので、あとは決定力を、ね、若手もつけてもらえたらと思いますので、ね、頑張って順位ね、上位が、足踏みしてくれましたので、順位はあんまり変わらない、まあね、勝ち点はうちはゼロでしたけど、はい、順位はキープできておりますので、次こそは勝て、ね、上の方に上がっていきたいと思います。じゃないんだ。本でなんかないですよ。どうだろう。やってやりますよ。やってやるさ。次行けないかもしれないですけど。いいんだよね。心は飛ばします、ね。そうでしょうね。それぞれの場所で、ね、それぞれのスタイルで。そうだよ、大事。やりましょうね。元空さんも。はい。ライブ配信で盛り上げてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこのハリセンはね、回収ボックスに捨ててあるんだよ。なるほど、こういうのがあるんですね。ね、こうね、なんかね、またハリセンに変わるんだって。なるほど。そういうこと言っちゃいけないじゃん。じゃあね、リオ女子チャンネルさんに出会うことができました。試合では負けちゃったんですけど。
まあ、でも乾杯です本当に。いや何もさせてもらえてなかった感じが。それをやっぱ清水サポさんに行ってもらえることがすごく嬉しいです。強いです強いです。長崎と同じぐらい。あ、長崎と同じぐらいですか。あ、もっと上かもしれないよ。マジですか。いやもう今年本当にあの個人的なあの感想というかあれなんですけど、はい、僕山形住んでるじゃないですか。はい、ぜひ J1 一緒に行きましょうよ。いやでも本当にそう望んじゃうよねやっぱ。じゃないと、うん、あのなんか J1 僕こっちだけとか山形だけってなっちゃうと僕がスタジアムに行けないんです。確かにそうあの正直そのやっぱ僕たちはやっぱ山形サポーターだから、うん、山形に上がってほしいっていうのはもちろんなんですけど、はい、やっぱ正直エスパルスが J2 にいるのは意味がわからないです。早く行ってって感じだから去年それで、まあ、最後最後にちょっとそうですよね、あの残念な思いをしてしまったんで、まあ、今年はお互いに上がりましょう、うん、そうですね、本当にそうしましょう、はい、頑張りましょう、ね、頑張りましょう、はい、またあの配信等を遊びに行かせていただきますので、ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます、最後にありがとうございます、いやあの気をつけてお互い帰りましょう、はい、はい、じゃあありがとうございました、ありがとうございました。さあ行くぞ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。自宅の方に戻ってまいりまして、お風呂入ってですね一息ついてるところでございます。今ですね今日撮影したデータをパソコンの方に今取り込んでいるところでございまして、あと20分ほどで日付が変わろうとしております。まあ、正直ねもう疲れました。はい、でまあいろいろとですねいろんな方に、コメントの方をいただきまして、そこでもですねお話しさせていただいてますので多くは語りません。最後に一応ですね今日の、戦利品ご紹介していきたいと思います。こちらですね、まずははい、タミヤのミニ四駆でございます。モンテレオ山形とのコラボの、アバンテマーク2ですねのミニ四駆になります。はい、こちらが一つと、はい、あとですねこちら今日のスタジアムラス1を購入させていただきました。ちょっとね逆さまになっちゃってるんですけども、あのモンテリオのですねマスコットの、ディオ君とモンデス君のダルマキーホルダーかな、はい、でっかいですねぬいぐるみがどっちだっけ、モンデス君だっけ、こっちの青い方のモンデス君だったと思うんですけどのやつしかなかったので、まあ2つ揃ってるこっちの方がいいかなというふうに思いまして、はい、購入させていただきました。のむちゃんさんもこれ確かカバンにつけてたんこれだったよな多分な、うん、購入されてましてお店に行ったら本当これラス1だったんですぐに手に取りました。でまあ大体5000円ちょっとですね両方合わせて、はい、のお買い物をさせていただきました。まあねぶっちゃけちゃうとやっぱサポーター仲間とね会えるのが一番楽しみかもしれないですね。サッカーの、まあ、結果ももちろん大事なんですけども、まあ、結果だけにですねとらわれずこうやって仲間同士でわちゃわちゃやってですね楽しく過ごしたので僕にとってはまあ有意義な時間を過ごしたんではないかと思っております。まあ、ポジティブにね考えてで、次回のですね現地参戦はおそらく、まあ、秋田行ければなというふうに考えてますので、もし、よろしくお願いいたします。ではですね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ですねいただければと思います。あと YouTube 専用の X ですね、あと Instagram 等のですね SNS リンク貼っておりますのでこちらもぜひ登録お願いいたします。でチャンネル登録まだの方ですね、本当にお願いします。だいたいそうですね、3割ぐらいの方が、リピーターの方7割の方は未登録という感じの状況になってぜひぜひ登録お願いいたします。それではまた次回以降の動画配信でお会いいたしましょう。さようなら。いや勝ちたかったね。